皆様こんにちは。本日は LJL2017 スプリングスピリットラウンド9の模様をお送りいたします。実況を務めますアイズです。解説にはレボルさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ LJL2017 はですね、毎週金曜日の20時そして毎週土曜日の17時より放送を行っております。さあまずは先週のラウンド8振り返ってみてどうでしたか。まあ今日試合を行うラスカルジェスターの滝選手の鮮烈なデビューというのがかなり印象に残ってますね。フィオラで相当なダメージを出してランブルでチームをキャリーしたりというところで、まあ、アチャモモ選手とはまた違ったタイプのトップレーナーが加入したというところは大きなインパクトがありましたね。あの先週の滝ちょっとデータ調べたんですけれども、その、まあ、3ゲームやったじゃないですか。チームダメージシェア何パーセントだったと思います。まあ、基本的にトップレーナーダメージディーラー出した場合、まあ、28% から 30% ぐらいだと思いますが、35% ぶっ飛んでました。ぶっ飛んでますね。さあそれではですね、ツイッターアンケートの勝利予想も、行っておりますので、こちらですね LJL の、公式ツイッターのアカウントをフォローしていただいて勝利予想に参加してみてください。さて本日の試合についてですけれども、パッチは 7.4 パッチは 7.4 にて、行われます。それでは、本日はラウンド9マッチ1、ラスカルジェスター VS アンソールドスタッフゲーミングの試合の模様を、行っていきます。お送りいたします。さあそれでは本日のスターターですが、まずはラスカルジェスターから見ていきましょう。トップ滝、ジャングルワイバーン、ミッドアーリキャット、 ADC ノア、サポートユキとなっております。さあ続きましてアンソールドスタッフゲーミングのスターターです。トップアパメン、ジャングルネオ、ミッドリマインド、 ADC ハレッチ、サポートエンティとなっております。さあ続いて両チームの本日の注目選手です。滝とアパメン、まあそうなりますよね。そうなりますね。まあこのトップレーナーで DPM が733と、キャリー系のミッドレーナーかなというぐらいのステータスですから、まあ滝選手には注目せざるを得ませんよね。そしてその滝選手を抑えるという意味でもアパメン選手の役割は非常に重要だと思います。同じようなアパメン選手のランブルも使ったりはしますが、基本的にはタンク系が多い、スプリットプッシャータイプのチャンピオンも多いですからね。そのトップレーナー1対1のところでどれだけこう滝選手に対してプレッシャーをかけられるかと、一方で滝選手はそのプレッシャーをかいくぐりながらトップレーンからダメージを出していくという、そういったプレッシャーが必要になってきますね。何をピックするか、あとアンソールドスタッフゲーミングがこう何をバンするのかもまあ注目なんですけれども、ラスカルジェスターがまあブルーサイドを選択しているということですから、ファーストピックの権限もありますよ。そしてドラフトのところでも、まあ今だとバルスとルブランをレッドサイド側バンしなければならないようなドラフトになってますから、一つぐらいしか潰せないというところはレッドサイドの USG からすると気がかりでしょうね。そしてグレイブスバンしたってことはファーストピックもグレイブスはいらないということですよね。もうドラフトのところでもういきなり見せてますよね。さあそれではラスカルジェスターがブルーサイド、そしてレッドサイドがアンソールドスタッフゲーミング、ドラフト見ていきましょう。開始にマルザハールということは、もうこれあともう2つ確定しているようなもんですよね。まあほぼほぼバルスとルブランだと思いますが、ただアーリキャッツ選手のルブランというのをあまりこうピックしていない、彼にこう、まあ、チーム全体の、まあ、ウェーブクリアであったりといったところを求める傾向に強いですから、うん、USG を開けるかもしれないですよね。あなるほど。あそしてカミール開けそうな雰囲気もこう漂ってますね。もしくはバルス・ルブラン2チャンピオン開ける十分可能性ありますね。おルブランをラスカルジェスター側がバンと、これはもうアンソールドスタッフゲーミングからさせたというべきですかね。そういった形になりますね。さあそしてバルスをバンしてのファーストピックランブルですかね。そうですね、やはりあのカウンターピック、まあ、といったところあまり気にせずに今トップで先にピックできる数少ないダメージタイプのチャンピオンになってますからね。こう国際的に見てもファーストピックランブルっていうのは流行り始めてる。そうですね、トップレーナーを中心に作っているチームはかなりランブルを優先ピックすることが多いですね。それに対して USG はトップレーン魔王界かノーチラスかというところでしょうかね。あなるほど、もう開始は決まっているのでそれ以外
対応、そうですね、そういったところを取っていくと陣、あとはボットレーン、おレンガーを優先しますか。レンガーです。さあ陣とレンガー、これちょっと意外だなっていう反応でしたけど、ボットのピック優先するかなとも思ったんですが、ジャングル確かにグレイブスがすでにバーンされている中でトップティアとなると、レンガーとあとはカジックス、リーシン、エリスあたりの中からまあ早めに選んだということになりますね。なるほど。さあそれに対してのアッシュ、ただどうなんでしょう、これ 7.4 で陣の評価っていうのは変わったんでしょうかね。少し落ちたかなというところがありますね。バルス、そしてアッシュ、さらにエズリアルというところが今トップティアと、そこから少し落ちる形で陣なのかな。ただしチームによっては、例えばそのチームの AD キャリーが陣得意であれば陣を優先するというチームもありますが。なるほどなるほど。ルル、そして出ましたね、最近かなり評価がうなぎ登りなルル。先週世界大会で最も多くピックされたサポーターになりますね。おなあ、おこれトップレーンでバチバチにやり合おうよっていうピックですよね。そうなりますね。しかしレーニーフェーズの早い段階ではナーが少し不利になります。というのもまあナーはレベルが上がっていけばオートアタックの射程が少し伸びていくタイプのトップレーナーなんですが、オートアタックの射程がランブルの火炎放射よりもちょっと短いので、うん、ダメージのトレードでランブルに負けてしまう傾向が強いんですが、まあ育てばアイテムが2つほど完成してからスプリットプッシュでも押し込めるというようなチャンピオンになってますね。まあレベルが上がっていけば火炎放射外から通常攻撃もできるようになると。さらには W のレベルを上げるのか Q のレベルを上げるのかまだ分かりませんが、いずれにせよダメージを取るとかなり有利になっていくのは間違いないですし、最近あの Q 上げがデフォルトでは、以前 W が強かった時は W ありましたが、今どうなるのかといったところ、ビルドの選択ですよね。今 EU の方でナーが少しずつ出てきつつあるんですが、ただそこまで多くはないので、ちょっとシーズン7に入ってからのナーの情報というのが薄いので、アパメン選手がどういった選択をするのか楽しみですね。なるほど。さあそしてバーンフェーズ2、まずはカシオペア、そしてスレッシュ、リーシンと交番が続いてますね。AOE のエンゲージはすでに持っていますから、サポートにエンゲージはあまり求めなくてもいいですよね。アンソールドスタッフゲーミング側ですか。そうですね、ナーとレンガーがいますから、となると最近だとルルに対してカウンターピックとしてはザイラがかなり好まれていますが、ザイラがなぜカウンターピックになるんですか。レーンフェーズのところでまずプレッシャーがかけられるというのもあります、まあ、ルル自身はその植物を素早く、まあ、ピックスを使って処理はできるんですが、ハラスされてしまうというところでかなり苦しいと。さらには、まあ、集団戦のところでもルルはその集団戦の能力の高さが一つ今かなり評価されているわけですが、ザイラも負けず劣らずとゾーニングやまあスネアといったところで集団戦コントロールできますから、そういったところでザイラがそのまま押し切るという展開が最近増えてますね。あーそしてブラッドですか。セロスが一番初めに LJL では使用して、その後国際大会でも今出始めてきつつありますが、どう見てますかレボルさん。どうなんでしょう、評価が難しいチャンピオンの、まあ、1チャンピオンにはなるかなと思いますけど、今かなりこう火力ビルドに行く傾向ありますよね。最初からもうカウル買わずにビサージュに行かずに、というのも、まあ、パッシブの魔力変換燃焼が下がってしまったことによって、ビサージュを買うとダメージが 出なくなってしまうというところなので、もう API アイテム、魔法ダメージのアイテムを買わなければならないようなビルドになっている中で、レーンフェーズが少し辛くなっているのかなと。しかし一方でコアアイテム2つ完成してからの集団戦の爆発力といったところは十分なものを持ってますが。あなるほど。もう懸念、サポート懸念ですか。なんていう、違う、これトップ懸念ジャングルサポート、あジャングルランブルですね。あジャングルランブルですか。はい、レンガーがレベル6からのジャングラーなのでということですね。これフレックスでランブルファーストピックですね。ラスカルでしたらこれを用意してきたようなドラフトになってますか。ナーに対して懸念は確かに1対1のところではかなりアドバンテージが取れますね。懸念の方が序盤から連の有利は取れますからね。もうランブルでなんて言うんでしょう、集団戦やるのかなと思ったら多岐に結局はスプリットさせると、そういうことになりますねそしてラストピックアンソルドスタッフゲーミングはオラフという形で構成で揃いましたが、面白いピックになりましたね。サポートが、はい、サポートがレンガですね。サポートレンガですね。ラストピックオラフジャングルなんで、確かにこちらも
どういうことですか？これちょっとどういうことなんでしょうね。ちょっとエンティの表情見たいですね。今これリマインド、ハレッチ、ハレッチは笑ってますが若干苦笑いですね。これレボルさん、クエスチョンマークがたくさん出て今困ってるところだと思いますけど、まあ、ブッシュに入ってからのレンガーのサポートですが、ハラスというところはありますが、ただそういったところに対して対処がに長けたルルというチャンピオンですから、ただレンガーをこうジャングラーに置いたらルルで潰されてしまうのでずらしたという選択肢ですよね。ただそれでもレンガージャングルの方がというのは、ランブルがジャングルなので、ランブルは、はい、ランブルをジャングルとして使う場合はレベル6からというチャンピオンなんです。レンガもレベル6からアルティメット持ってからというようなチャンピオンではあるんですが、それ以上にランブルはガンクのプレッシャーがレベル6以前はないんですよね。まあ、そのタイミングの段階でオラフでアドバンテージを取るという狙いだとは思いますが、ただどうなんでしょうね、ミッドレーンがシンドラとブラッドで、その低レベジーにおけるアドバンテージというのはシンドラの方が持ってますよね。かなり持ってますね。さあ、ラスカルジェスター VS アンソールドスタッフゲーミングの第1試合サモナーズリーグスタートです。ようこそ。ちょっとこれは面白いピックになりました。いやー、これはレボルさんがずっと頭抱えてるんですよね。ザイラでいいですからね。しかも低レベージだったらこれルルの方が、はい、明らかに強いですね。強いですよね。レン、例えば、まあ、ソロ級でレンガーサポートというのが時々あったりしますが、その場合はもう完全にサポートですがキル集めてゴールドをサポートにもかかわらず取っていってと、もうキャリーするというような場合に使いますが、まあ、ただ今トリンケット一つ壊したのでかなりレン有利ですよ。そうですね、この場合は有利ですね。ただしラスカルジェスターからすると、まあ、足のレベル6というところがありますから、そこまで別に、まあ、ボトルのところ不利になったとしても、あ、気にしなくていいと。はい、あとはそのタイミングでもワイバン選手が使うランブルがレベル6になってるでしょうから、ボトルにどれだけ有利を取られていたとしてもジャングラーが介入することで、まあ、覆せると。さあ、そしてランブルはレボルさん、ちなみにジャングルとしての性能かなり高い部類で間違いないんですよね。そうですね、ジャングルのクリア今見ても分かる通り非常に速いですし、かなり安定してますよね。一方でネオ選手が使うオラフもジャングルのクリアは非常に速いですね。ランブルも先にレッドバフとか入ってきますからね、うん。さあ、そしてキーストーンですね、残り火が2枚に立動が2枚、サンダーロード雷帝の号令が1枚ですが、ユキが雷帝の号令を選択してますね。レーンフェーズに長けたキーストーンの選択にしましたね。最近だとルルは、まあ、雷帝の号令にするか、それとも風闇の祝福化にするかというようなところで分かれています。雷帝の号令であれば、まあ、レーンのところでかなり強いとダミのトレードで勝っていく、つまりレーンの安定性を求めたという形になりますね。なるほど。さあ、ちなみにちょっと伺いたいのが、トップレーン懸念 VS ナーで懸念の方が有利だよみたいなお話出てましたけど、どういった部分で有利なんでしょう。やはり、オートアタックの射程が懸念の方が勝っている、さらには、まあ、Q と W のハラスの性能といったところ非常に高いので、ナーがダメージのトレードで主導権を握りづらいというところがありますね。ああ、なるほど。さらにレベル6になってからナーが、まあ、アルティメットを使ったオールインというところもあるんですが、一方で懸念もレベル6のアルティメット非常に強力ですからね。こういったダメージのトレードですね。いや、強いですね。確かに懸念が一方的ですよね。ですからここでアパメン選手が1対1のところで勝っていくというのは、ジャングラーが介入しない状況であればかなり難しいと言わざるを得ないですね。さあ、タキを中心に作っていこうとは、しています。あとこれあれですよね、多分 AP ビルドいかないやつですよね、魔力ビルド。そこもちょっとどうなのかなというところが少し気になっていて、はい、魔力ビルドに行かないウィッツエンドラッシュのビルドですよね、うん。その場合だと対面が魔法ダメージに長けたタンクの場合に行うことが多いんです。例えば魔王界であったり、ノーチラスであったり、まあ、支援であったりですね。しかし今回の場合、アパメン選手が使うのは物理ダメージ主体のファイタータイプであるナーになっていますから、ウィッツエンドにラッシュすることはちょっと難しいとなると、ファーストアイテムどうするのか。マレットやハリケーンっていうのもありますけど、十分考えられますよね。または素直に AP ビルドにしても、あ、面白いんじゃないかと。面白いかなとは思いますが、
それはアンソールドスタッフゲーミングのその構成のカウンターとなるとかそういうことってですか。チーム全体として AOE ダメージといったところ強力になってますから、まあ、そこにアルティメット重ねていくのもありなのかなと。なるほど。さあそしてフラッシンからスローリマインド、イグナイトを仕掛けてはいますが届きません。アーリキャットもフラッシュアウトです。あ、リマインド選手の、キーストーン把握するの少し忘れてしまった。死神の残り火でしたか、はい、最近だとそのイグナイトを持ったブラッドというのはキーストーンの選択が嵐乗りの誘惑であることが多いんですよね。お、それはどうしてです。バースト先ほども見た通りイグナイト Q そして E のバーストダメージが非常に高く、そこで、嵐乗りの誘惑のキーストーンが発動すると、そしてチェイス性能がぐっと高まる、もしくは、敵のバックレーンに飛び込んでいく性能がぐっと上がるというところが評価されていますが。さあただ今回は死神の残り火を選択したのはリマインド、そしてボットレーンですが押し込めてはいますが体力の有利をラスカルデスター少しずつ取ってますか。ただまあこの落ち込めている状況が続けられるのであればエンティ選手のアルティメットレベル6レンガのレベル6のタイミングでボットレーンではなくミッドレーンのダイブのプレッシャーといったところも言い出せますね。アリキャス選手がすでにフラッシュを落としていますからその前までにレベル6になれれば、まあ、ほぼほぼなると思いますから、まあ、そのタイミングでボットにダイブとあミッドレーンのダイブというところは作れますね。あとちょっと気づいたんですけれどもメレー VS レンジのサポート対決じゃないですか、ポーションのアドバンテージをさせませんでしたねエンティオレーニングで。さあそしてもう一度ミッドレーンネオラグナロク発動、アリキャット倒せると判断しています。フラッシュは先ほど落としました。タワー下ダイブですがイグナイトが入っています。11トレード、ファーストブラッドはネオです。ジャングラーとミッドレーンの交換ということを考えると USG の方がトレードとしては有利になっているのは間違いないですね。おプロトベルトらしいですねラッキー選手。なるほど。いやそしてボットレーン勝ち切りましたよアンソールドスタッフゲーミング。さらにもう1キルいきそうなシーンですが完全にこれはキルレーン狙ってますね。狙ってますね。多分リコール後ブシに入ったところからという形ですか。少しユキ選手が警戒を怠ってしまったようなところでしたかね。さあそしてレベル6速攻で仕掛けてフラッシュアウト場面。ボットレーンそしてミッドレーンは USG が有利に立ったと言えると思います。一方でトップレーンは滝選手がアドバンテージ、まあ、マッチアップのところで有利取ってますからね、そういった形で作れてますね。さあそしてそろそろ全体的にレベル6に差し掛かりますがお互い何狙っていきますかね。ラスカジェスタとしてはやはりこのトップレーンの滝選手のアドバンテージを確固たるものにすると、一方の USG としてはボットレーン のエンティ選手から作っていくということになると思いますね。ミッドレーンでリマインド選手が連のコントロール取りながらと。ただここいますよ、 Y バーンが6になってスタンバってますからね。ただアパメン選手のゲージが溜まりそうですがどうしますか。フラッシュはただアパメンない、仕掛けさせるベートをするか。おっと火炎放射打ちました。ちょっとこの構成はなかなか見ない構成なので試合の流れが読みづらいですね。まあでもこれで滝が AP ビルドに行く、まあ、魔力ビルドに行くとなるとお互い集団戦構成というのは間違いない。そうなりますね。ってなった時にこう集団戦で大事なのは誰になってくるんでしょうね。この場合だとラスカルジェスターは、まあ、滝選手とワイバン選手が AO ダメージかなり強力ですから、まあ、その2人が必要になるのかなと。おっとそしてミッドレーンへ3を見てからきっちりラグナロク発動ですがカバッとイコライザーは精度を欠きましたというよりも来ているという予想で打ったのか。いやワードはありましたからね。逃げる方向を予測したという形ですかね。なるほど。かなりこうミッドレーンのところに対して USG はやはり、プレッシャーをかけていってますね。さあネオとリマインドで序盤を動かす。ただし竹がここにいる、アルティメットはあるが強いぞネオ。さあ2度目のスタン、スタンの時間は短い。ここにアパメンカバーですがワイバン先ほどイコライザーを使った後追撃できません。ネオもラグナロクはありませんでしたがここは逃げ切れるか。いやフラッシュインで滝いけると判断、返していくのは滝。これトップレーンが育っていますね。ラスカルジェスター狙い通りだと思います。一方は USG もミッドレーンは育っていますから互いにここまでの序盤の作りとしては狙い通りに進んでいるのは間違いないですね。
さあこうなってきたらトップレーンのタケが先にタワーを折るのか、ボットレーンのアンソルドサフゲーミングの2人がタワーを折っていくのかというのもちょっと気になってきますよね。おっとアリキャット前に出すぎたか。いやここはベートから魔力の本流は沼で避けている。そしてフラッシングはフラッシュアウト。ミッドレーンはリマインドがかなり有利を取っているようですね。ここおっと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 、これでもこの体力だと壊すの怖いですよね。怖いですねそしてエンティ選手がトップレーンに向かってますね。これトップレーンの滝選手に対して、まあ、フラッシュ落ちること分かっていますから、アルティメントで入っていくとというよりもハレッチもトップに行ってますね。9分50秒でこれはローテーションしましたね。ロールチェンジなかなか LGL だと見ない形のローテーションしてますね。まだただ一つも折れてない中でのローテーションですかね。これ意味あるんですか。これはもう、今だと5分まではタワーの柔らかさが、まあ、ボットレーンだけ柔らかいという状況が続き、トップとミッドは硬いと。そして5分過ぎると、まあ、全てのタワーが同じ柔らかさになるわけですね。そしてここでローテーションしたということは、このトップレーンのところに人数差を作って、その人数差を生かしてタワーを叩いていこうという動きだと思うんですが、ただそれにしてはちょっとトップレーンにメンバーを集めきれていません。2対1の状況では、うん、この2対1ではタワー触れないですからね。3対1か4対1にする必要があると。そうですね、ジャングラーやトップレーナーも交えた形でこのトップレーンでローテーションしていくのではあるならば分かるんですが、もしくはどうなんでしょう、その構成的に懸念が魔力、さらにはランブルがいてアッシュがいるということは、ボットでのエンゲージを避けたいという意図もアンソルドサフゲーミングありそうな感じありますけど、一方でトップレーンでランブルと懸念が入ってくるという危険性もありますからね。あーなるほど、結局変わりないと。変わらないような気もしますが、まあ、ここでトップレーンのところで2対3ネオ選手がこういった形で介入して、トップのファーム、さらには滝選手のファームというのを奪っていくということであれば、まあ、狙い通り進むかなという感じがしますね。Y1 ずっとステイしてましたが、ここでネオが見えました。かなり滝選手がファームできてないですからね。今もセカンドターン後ろまで下がってだいぶというのを警戒してますから、 ISG はこの滝選手のレーニングというところを、まあ、封じるためにのプレーにローテーションしたようですね。さあかなり警戒されている滝、ここにネオが入ります。さあこの滝のタワーを先に取れるか。そしてアパーメンのボットレーンしっかり守りきれているようですね。でもノア選手、ユキ選手は動いてますね。ああ本当ですね。さあミッドレーンでのもう一度 1V1 リマインド仕掛けている。魔力の本流イグナイト、お互い落ちたがシールド、フラッシュインでユキがシールドをします。このリマインド選手のところにかなりラスカルジェスターは意識を割かざるを得ないという展開が続いていて、他のレーンに対してというのもこの滝選手を育てるという行動が取れなくなってますね。ここはリマインド選手の働きは素晴らしいですね。キルこそ取れていないものの、それ以上のアドバンテージというのをチームに、供給してますね。まあ、かなり序盤にガンクにレーンに介入しましたから、その影響というのもあると十分ありますね。ミッドレーンのところの CS が50、もうすでに3キルほどのゴールド差が生まれていると。900ゴールドから1000ゴールド近くですね。まあ、アギキャッツ選手が1キル持っていますから、でもそれでも600ゴールド近くの差は作れていると。さあそしてここでドラゴンに触ります。さあ個人ゴールド今表示されてますね。本当ですね、まあ、600ゴールドほど差がありますが、1キル拾ってますからね、アリキャット。全体的にもう CS 差、まあ、キルとしては 2-2 で並んでますから、まあ、ターンも取れていないことを考えると、まあ、CS の差だけですでに1200ゴールドほど USG が勝っているという形になってますね。さあそしてラスカルデスターもこの2対2合わせて、ワイバーンがこの位置バレていない。さあ入ってからのフラッシュアウト、先にアローが当たってイコライザー、アレッチ動けない、アレッチ頭を抱えた。キルを持っていくのはワイバーン、やってしまったというような表情を見せていました。ワイバーン選手見事なブッシュでの待機でしたね。これでトップのファーストは先に破壊できますし、タワーのファーストブラッドが取れると、まあ、こういった状況だとレン、まあ、サポートレンガは何もできないですよね。先に仕掛けなければならない、そういったチャンピオンになってますから。ミッドに行ってますね。さあこのタワーを壊せると大きいが、アリキャットどうする。前に出れません。しかし寄ってますね、味方が寄ってますね。さあ2人にスタン、そして魔力の本流まで打ち切った後、さあどうする。アルティメットはないが、ラスカルデスター人数差がある。
さあまずは Y 版の移動速度アップ、ただしこのリマインドが非常に強いアルティメットから、いやすごいバーストだ。そのままラグナロク発動でネオが1キル、ただしここにタキも寄っていた。ニーチトレードで有利を持っていったのはなんとラスカルジェスター。体力のアドバンテージといったところラスカルジェスターも渡していないですから、このままミッドのファーストは守れますね。キルのアドバンテージどんどん広げていってますから、ちょっと USG としては先手を取りたい構成なんですが取り切れてないという形が続いてますね。今のところもトップのファーストタワーを破壊した後ミッドに寄っているという情報があったと思うんですが、にもかかわらずそのままステイしてしまって逆襲を食らってしまいましたからね。ちょっとうまくいってないですね。さあかなり仕上がってますか。先週だとこうタキとの連携がというお話結構上がってましたけれども、かなり、連携といったところでは深まってるなという感じがしますよね。グループアップして行動というところは続いてますから。さあそしてただしボットレーン、これでタワーを折り返したのはアンソールドスタッフゲーミングですね。ラスカルジェスタートップタワーをファーストタワーとして獲得しています。グローバルゴールド差ではなんとイーブンです。このゴールドの大部分がリマインド選手そしてタキ選手に集まっているというところがありますから、この2人のプレイヤーが今後注目の対象になってくると思いますね。USG としてはこのリマインド選手の、まあ、1対1の強さ、サイドレーンのプッシュをどう生かしていくか、もしくは集団戦でのバックレーンでの破壊ですよね。一方のラスカルジェスターはこのタキ選手の1対1の強さと集団戦における今回 AP ビルドですから、うん、集団戦の AOE ダメージがかなり高いというところを生かせるかどうかですね。ただアルティメットをかなり長く当てないとダメージができらないというのがどう影響するかですよね。バーストといったところ、つまり CC チェーンというところがこの滝選手のダメージを生かすには重要になってくるということですよね。以前であれば一発目から相当なダメージが出ましたが、ナーフの影響によってダメージを当て続ければ当て続けるほどダメージが伸びるというアルティメットの仕様変更がありましたからね。ただどうなんでしょう、アンソールドスタッフゲーミングとしてはディスエンゲージ要素がないというのがかなり響きそうな。そうなんですよね。今回この、まあ、こういった形で、まあ、エンティ選手がプレッシャーかけていってますがかわされてしまっています。集団戦においてはアパレル選手のアルティメットぐらいしか、そうですよね、かわす術はないですよね。おトップレーンに、これはもう今の動き見ると、はい、アレッチ選手をちょっと狙ってましたね。そのままタワーたたき続けてくるんであればノア選手が見えない位置からアルティメットを当ててといった形を取っていましたが、ただトップのファーストタワーはすでに破壊して破壊することができています。あとはボットのファーストタワーとミッドのファーストタワーだと思うんですが、まあ、ここをラスカルジェスターはどうアプローチしていくかですね。まあ、フラッシュがないから狙ったような動きですが、レボルさんの今の意見だとオブジェクト取るオブジェクトがないのにそこに仕掛けるのはなんでなんだということですね。そういうことですね、まあ、それだけかなりこうハレッチ選手を警戒しているということだと思いますが、ただここでハレッチサッシュ購入できましたね。さあミッドレンもう一度リマインドが仕掛けるアルティメット、ここはフラッシュアウトを選択しました。アリキャットアパメンも寄っていました。一方アンソールドスタッフゲーミングが仕掛けるのはミッドレン、徹底してますね。このリマインド選手を生かしていくというところですね。ラスカルジェスターは、まあ、いつかはこのリマインド選手を狙わなければならない、一方 USG としてもタキ選手を狙わなければならないと思うんですが、まあ、いつ、そういった戦略を変えるのかですね。いつ頃になるっていう大体のこう予想っていうのはありますか。ラスカルジェスターとしてはもう狙い始めてもいいのかなという感じもしますね。一方で USG も、まあ、先ほどトップレーンにこうローテーションしたタイミングで狙っていたんですが、そこでかわされてしまったので、まあ、今一度体勢を整える時間が欲しいというような形かもしれませんが、お狙いましたね。狙いましたね。アンソールドスタッフゲーミングが先ですが、ここはタキは下がります。これによってリマインド選手のプレッシャーがボットレーンに寄ったことによってトップに対してはこうラスカルジェスター側がまあ動かせる、そういったタイミングになってますね。さあラスカルジェスタートップレーンで動かせるタイミングではありますが、ここはアローは打ちません。というのも USG がかなり警戒してますね。下がりますね。先ほどまではリマインド選手が人を集めていた、そして今回はタキ選手が人を集めたというところで、やはりこの2人のプレイヤーが、まあ、試合に大きな影響を与えそうですね。うわ、そしてリフトヘラルドですか。これでも誰が取るんでしょうね。ワイバーンになりますかね。ユキが取ったらちょっと面白いですけど、
ルルで取ったら確かに面白いですね。どう生かすのか見てみたいですね。さあここはワイバーンが取ります。まあ確かにこのルルとランブルであればジャングルの視界取るの難しい。そうですね、視界確保能力がちょっと乏しいですから、まあ、そういったところでリフトヘルドのバフがあるとかなり OK としては大きいですね。ただしその返しでドレイクドラゴンを取っていきます。クラウドドレイクになります。これでマウンテンドレイクとクラウドドレイク獲得、アンソールドスタッフゲーミングネクストもクラウドドレイク。ただこれ構成を見てもクラウドドレイクはどうなんでしょうね、生かしきれるんでしょうか。まあ、エンティ選手のアルティメットというところがクラウドドレイクとシナジーありますし、あとは まだ行ってないですがリマインド選手が1対1するのかなと思ったんですがしないですね。まあ、ただファーストタワーを折った後のローテーションというところで効果を発揮するようなバフですから、まあ、そういったところで生かせるといいですが、つまりネクストドラゴンマンソルスフゲーミングとしては取っていくと。そうですね、やはりドラゴン同じ種類のものを重ねていくとそれだけ強くなりますね。また 1V1 で仕掛けている。さあ沼からイグナイト魔力の本流弾き飛んで最後は来たネオ、ごちそうさまですと。ラスカジェスターはこのリマインド選手にプレッシャーかけないことによってかなり苦しめられてますからね、そろそろそこを変えていかないと。さあそして人数差を作って多岐に攻め寄っています。5人で行きます。ここはカウンターの布陣を取っているのはラスカルジェスター。確かにミッドレーン 1V1 で常に動かしてますよね。アーリキャッツ選手へのカバーといったところはラスカルジェスターもないのがちょっともったいないですね。おっとフラッシュイン、ただタキはフラッシュを温存して逃げます。素晴らしいプレーですね。見事ですね。そしてここでトップレーンプレッシャーを受けている間にカウンターでミッドレーンに対してプレッシャーをかけていくとか、このノア選手が圧縮なんですがアルティメット全く、一度使ったきりですよね。もう少し動かしにかかってもいいのかなという印象もあるんですが、全体的にパースパイクが遅いというわけではなく、むしろ今例えばワイバーン選手やアリキャス選手でいえばピークを迎えているような、そういったチャンピオン揃っているわけですからね。この時間帯にラスカルジェスターも仕掛けていく必要があると。もちろんすでにハリス選手がサッシュを完成させている、リマインド選手はブラッドということで W によるスキルの、カース能力が非常に高いというところありますが、このまま何もせずに受け身のままだと、ロングゲームになるとアンソルドサフゲーミングの方が有利だと。そうなりますね。ブラッドのスケール、ブラッドミアのスケール非常に高いものがありますし、今苦戦しているアパメン選手のナーというところもレベルが上がればオードアタックの射程が伸び、そしてタンク装備が整いというところで対処しやすくなりますからね。さあそしてミッドタワー取り切って131タワーダイブでリマインドが動かしていきます。またしてもアーリキャッツ選手が孤立しているんですよね。確かにそのタイミングで仕掛けていっているリマインド選手の、そういった抜け目のなさといいますか、そういった戦術感の高さといったのももちろん素晴らしいんですが、ただラスカルデスタが一方で何もカバーしてないと。さあこれですよね。さあ仕掛けていったのはラスカルデスタ、まずはアローからタキのアルティメット来店割れ、さらにはイコライザーも入っているが、なんとネオが強引に1キル持っていく1-1 トレードです。仕掛けたのはラスカルデスタなんですが、アンソールドスタッフゲーミング開始が素晴らしい。ネオ選手はカウルを完成させて、そしてヘクスも持ってますね。マジックレジストといったところで十分なものを持っていたので落としきれなかったと。さらにはやはり懸念のバーストダメージというのがかなり落ちているなというのも一つ明らかになりましたね。さあキルではイーブンですが、少しずつですがゴールド差広げていってるのはアンソールドスタッフゲーミング、現在2200ゴールド有利を持っています。ここも確かにアーリキャットが孤立してますね。今回の場合だと、ウェーブのクリアというところを行わなければなりませんから、仕方ない部分あるんですが、こういったサイドレーン出る状況ですよね。ブラッドを誰が抑えるのかというところで、アーリキャット選手に任せるしかないというのは仕方がない部分だと思いますが、ただアンソルドスタッフゲーミングが序盤にミッドレーンであれだけ介入したからこそなので、アンソルドスタッフゲーミングからしたら狙い通りだと。そうなりますね。やはりこうランブルというチャンピオンはレベル6以前レーンに介入するのが非常に難しいと。さらにアルティメットがないタイミングというところでも、何もジャングルとしてのプレッシャーといったところを生み出せないですから、そういったタイミングをうまく USG 側が生かしている一方、ラスカルジェスターはその隙を突かれてしまっているという形になりますよね。
さあそしてミッドタワーももう少しで折り切りそうです。アンソールドスタッフゲーミング、ここに人数を一気につけていきます。そして陣形は1-3-1。ただこの陣形であればラスカルデスターはチャンスなのではという印象もありますが、仕掛けられるチャンピオン揃っていますね。あとは滝選手のテレポート上がっていますから、トップレーンの、まあ、トップレーンというよりもこのアパメン選手の1対1のところで勝って、そこから、まあ、介入していくというような動きもできますし、さあどういった判断をするか。ただしリマインドが合流すると集団戦はかなり辛いイメージがあります。30秒後ぐらいに、まあ、ドラゴンが上がります。時間帯的には、まあ、バロンに行ってもドラゴンに行ってもというよりも、まあ、バロンが行えるような時間帯になってきつつありますが、まあ、それでもリスクの高さから考えると、まあ、ドラゴンを優先するでしょう。そこでラスカルジェスター集団戦仕掛けるかどうかですね。仕掛けた方がいいんでしょうかね。仕掛けた方がいいかなという感じはしますね。というのも全体的にマジックダメージの AOE ダメージに今回ラスカルジェスターは偏っています。そこに対して例えばソラリアだったりだとか、そういったサポートアイテムを重ねられるとちょっとダメージ落ちますからね。さあアロー、ここは空振り。さあファーストタワーを渡してまでリコールタイミングを作ったのはラスカルジェスターです。そして当たりに行こうとしてますがアローが落ちました。さあエンティのアルティメットからリマインドも寄っている。そこにフィナーレ展開、ユキに一発当てている。さあリマインド合流、タキはアルティメットを使用したがイグゾースト、さらにはイコライザーでエンティはダウンしたがバックラインに完全に入りきっているわ。そしてフラッシュインからのアパメンのラーが決まる。一気に4キル獲得はアンソールドスタッフゲーミング。見事な反転でしたね。すでに足のアローなかったですし、さらにはラスカルジェスターがスキルを使った後にアパメン選手が入っていきましたから、ラスカルジェスターからすると、まあ、ラスカルジェスターがもうディスエンゲージのツールとしては非常に薄い中で、そのツール一体になっていたルルガアルティメットをタキ選手も使っていましたし、アパメン選手に対して、そしてリマインド選手に対してスキルを使うことは全くできませんでしたね。見事なタイミングでの集団戦反撃でしたね。さあこれで一気に有利を取りました。アンソールドスタッフゲーミング、5000ゴールドグローバルゴールドの有利があります。さらにはドラゴンにもつながりそうです。そしてラスカルジェスターとしてはどうでしょう、まあ、このドラゴンを行っているのが分かっているのであればもうカウンターでバロンにラッシュというのも一つ、まあ、リスクとしてはリスクかけるのであればファンドとしては可能ですが、やらなそうですね。さあドラゴン獲得です。バロンピット内にはしっかりワードを置いていました。アンソールドスタッフゲーミング、ネオ選手がしっかりとカバーしてましたね。わ、そしてエンティレンガーでリデンプションですか。ビルドが個人的に気になってたんですよ。ソラーリに行くのかなと思ったんですけどね。まだこうフロントラインとして、物理防御と魔法防御上がる分にはシナジーがありますから、はいはい、ただリデンプション、なるほど。難しいところですね、これは。まあ、クールダウンと体力というところですかね。まあ、一応体力のリジェネも自動回復も上がりますけどね。あとはダブルの回復ですか。そうなります、ね、あれ上がるんですかね。一応上がると思いますね。あ、上がるんですか。さあバロンの視界の攻防ですが、ワイバーンの体力がかなり削れています。当たろうとしているアローからエンティを狙った。さあ4個ないのでそこからのイコライザー CC チェーン、エンティを狙っているがエンティフラッシュアウト。ワイバーンの火力が足りなかったが、そこにフィナーレ反転したのはアンソールドスタッフゲーミング。そしてネオが突っ込んでからのリマインド、一気にバーストを重ねて逃げる角度がアンソールドスタッフゲーミング。さらにはアーリキャットも落としきる3キル、さらにはバックラインにはアパメンが入っていた。ノアは1キル返しましたが4キル獲得アンソールドスタッフゲーミング。1-2-4トレードです。ちょっと狙う対象がサポートだったというところでダメージを、この集団戦のこの時間帯の集団戦の中でダメージを重ねるにはちょっと物足りない対象だった。しかもなおさらなおかつ
倒しきれなかったというところで逆襲を食らってしまいました、うん、対象がハリッチ選手であればあもしかしたらというところあったんですが、ただ殺傷ありますからね、なかなか捕まえづらいと。ここで殺傷を早めに買ったハリッチ選手の判断は素晴らしかったですね。おっと、そしてワイバーンが入って、バロン獲得はこれはアンソールドスタッフゲーミングテレポートを使用して滝も合流しますが、いやむしろリマインドによってこれは、いやうまくスタンをさして、さあリマインドを倒しきります。さらにはアロー遠距離からこれは当たっている、追撃はただしません。これでこうサイドレーンをプッシュする役目であるリマインド選手にバロンバフが入ってないというのは大きいですね。 LCとしてはここを持ち帰りたかったところだと思いますからね。やってますね。ジャングラーと違ってサポートですからあまりプレッシャーがないですね。さあそしてネオ VS タキ、ミニオンシャワーがちょっと痛いか、ラグナロクを発動した。さあどうする、駆け引きです。ワンボイワンの駆け引き、レッドバフがあるのはタキ、あーとトリンケットが上がった、レッドバフのスローが入る、最後はアイテムのアクティブです。バロンバフがどんどん無駄になってませんか。いやネオも苦笑いしてましたね、今やってしまったと。今ハレッチ選手しか持ってない状況、あ、ヘンティ選手も持ってましたか。そうですね、ま、4名持ってて2人ダウンしたので、ま、構成的に、射程が長いチャンピオンといったところあまり多くない中でバロンバフを生かして1対1のプレッシャーで、インヒビタータワーに対してプレッシャーかけていくというような構成ですから、そんな中でソロレーンを押すプレイヤーが、バロンバフ持ってないというのはちょっともったいないところというか、インヒビター破壊するのが少し難しくなりましたかね。なので破壊するためには集団戦で勝たなければというような ESG の状況になってますね。さあバロンバフ持っているのはこの2人、ただ生かしに関わるような動きというのは取ってませんね。次バロンではなくドラゴンが1分40秒に上がりますが、そこを狙ってるんですかね。まあ、ネクストもちなみにクラウドドレイクですから、ダスカイジェスターとしては、まあ、集団戦構成ですから7000ゴールドほどの差があったとしても、まあ、十分覆せるだけのポテンシャルを持っているのは間違いないですが、ただそのためにはワイバーン選手がレベル16、アリキャス選手がレベル16といったところ、アルティメットのレベルを3にしてから集団戦を起こしたいですね。それに対してリマインドレベル18ですからね、怖いともすでに完成させていると言ってもいいでしょうからね。デスキャップゾーニャアビッサル、これは強いですね、かなり強力ですね。さあそして131でこれは押し込んでいきます、アンソールでスタッフゲーミング。これにはラスカルジェスター対応ちょっと苦しいでしょうか。インヒビタータワーさえ守れればというようなところを考えていると思いますから、まあ、無理くりこういったセカンドタワーのところを守っていくというところは狙ってないようにも思いますね。さあトップに合流、そしてリマインドフラッシュイン、オルティメットからノアを一瞬で落としきるか、いやここは大きくなあれ、そして落としきりました。 1v4 でキルを持っていくのはリマインド、イグゾーストをかけてもというシーン、そのままダブルキル、イコライザーを置いて滝も寄ってはいる、なんとか1キル拾ったがネオがタワーダイブ、ワイバンを狙っている、ここはゾーニャ、アーリカットはうまく壁を使って逃げているもののフラッシュインでアバメンが抑え込む、最後はハレッチ4キル獲得、アンソールドスタッフゲーミング、涼しい顔をしてタワーを殴っているのはリマインド。レオルさん、集団戦勝ち切らなければタワーが殴れないと言ってましたけれども、勝ち切りましたね。集団戦のエンゲージの仕方がちょっと予想外でしたね。まさかブラッドが4人のところに突っ込むとは、そして 2キルを取って帰って生還してタワーを続けるとは思いませんでした。さあそのままネクストスター2本、タキが守る中 2v4 です、ガーディアンエンジェルまであります、アパメンがダブルスタンを決めている、さあ一度ガーディアンエンジェル発動、その間にネクサスを折り切ってゲーム1勝利したのはアンソールドスタッフゲーミングとなりました。
リマインド選手を中心に作っていくというところはかなり機能していましたね。ブラッドを育てて、そして彼が最後打線決めていったわけですから、やはりこのリマインド選手とネオ選手のラインというのは非常に素晴らしかった。一方ラスカイジェスターも滝選手を中心に作っていくというところを狙っていたんですが、やはりナーフの影響というのをひしひしと感じるような集団戦の形でしたよね。懸念がアルティメットで入るんですが、イグゾースで止められてしまったり、イグゾースがなかったとしてもバーストが出し切れずに集団戦でダメージを削り、相手の体力を削り切ることができなかったというところがかなり苦しかったですね。ただいろいろ面白い動きというのはアンソルドスタッフゲーミングしましたね。特にこうボットレーンの2人をトップレーンにローテーションさせる動き、あれは滝選手がアパメン選手に対して1対1のところかなり勝っているので、まあ、そこをどうにかするために移したと、そういったローテーションも非常に面白かったですし、一方でラスカイジェスターも、まあ、ランブルを最初に見せて、これが滝選手を使うんだよと見せかけてからジャングルに渡してと、ただアルティメットのところをうまく活かせなかったですが、ただ考え方としては非常に面白かったですね。ただレボルさん、ゲーム終わって聞いてもいいですか。はい、レンガーサポートどうだったんでしょう。ダメだと思います何をしてたのかよく分からなかったですね。なるほど、まあ、視界を取っていましたし、チームとしてのサポートに求められる最低限の動きはしていたと思いますが、ザイラやカルマの方が動けたのではと、ああいう感じはしますね。ランブルに対してザイラのあカルマの AOE のシールド強力だと思いますし、ザイラであればルルに対して世界的に見てもザイラ対ルルだとザイラ側が勝率 75% ほど持っているので。ほう、そんなにですか。はい、それはそのレーンフェーズじゃなくて、まあ、もちろんレーンフェーズもありますし、そして集団戦のフェーズでもルルの動きをザイラが封じ込めることができるというところが、まあ、その勝率につながっているんだと思いますが。ああ、なるほど。まあ面白いピックでしたけれども、レボルさん的にはダメですと。そうですね、いうことでしたね。はい、はい、何が狙いだったのか分かりませんでした。はい、さあというわけで、ここからゲーム2に入りますが、一旦インターバルに入らせていただきます。それでは一旦失礼いたします。